あの GB なかなか改造してますね。これね、前後にねドラレコがついてて、であれですよね、あっ持ち主が来ましたか、そういうことね。なかなかかっこいいですね、ドラレコついて。チェックがあれですけど、皆さんおはようございます。アンクルです。今日も京都で、軽快に走っておりますが、この GB のね、シートも今日で4回目ぐらいかな、加工して帰ってきてね乗るのもまあまあね、軽減されておりまして、毎回言っておりますけれどもね、やはりね傾斜がね、こうなくなったせいで前の方にこうずれ込まないんですよね。それが非常にいいですね。なだらかになったもんですからね。まああとはね少し、様子を見て、ただまあ 100% ねお尻が痛くないっていうわけではないので、やはり1日乗ってますとね結構なねお尻痛がきます。まあ以前よりは楽になったかなと思ってますけどね。だから、まあ、格好もね良くなったし、色合いも黒にしたから、赤と黒は映えますからね、ちょうどいいんじゃねえかなと思っておりますが、皆さんいかがでしょうかね。GB でもねやはりお尻痛くなってくるよねっていう人もたくさん、見受けられておりますのでね、これはまあ若干カスタマイズしてね、お尻をね保護してあげないといい年になってくるので、お尻ね、座骨神経痛はしんどいですからね。でね、またまたね、若干ご紹介するのはこれ、今履いておりますパンツですけれども、ライダーズパンツね、これのご紹介をちょこっとしようかなと。まあ本当ならばこういうパンツはほとんど持ってないんですが、革ジャン風ですね、合成比較の軽くてあったかくて安いという、ワークマン仕様ですね。ワークマンテレビで時々コマーシャルやってるんですけれども、ライダーズパンツね、冬場用のやつで、なんかね安くて一応なんかかっこいいんかなと思いながら行ってですね、購入してまいりました。やはり冬場はね足元から寒くなってくるので、なるべくね風を通さないようなパンツを欲しいなと。でしかもねウエストがねかなりオーバーサイズになってきているので、ウエストに合わせて買うとどうしても足のね丈が寸法が合わないので、ね裾上げをお願いしたんですけれども、かなりの至難の技ということでミシンが通らないということで、かなりね、四苦八苦していただきました。だけどやはりねどうしてもお店の人が「これはねできませんでしたっていうことで、うまくね裾が若干ほつれちゃってるというか傷んでるというか傷がついてしまいまして、申し訳ありませんが290円のね、加工賃これをね返却されました。いや返却されてもねちょっと困るんですけれども、まあ何十年もねズボンを買って裾上げをやっていただいたんですが、初めてですね失敗しましたって言われたのはねえ、やはり分厚くてね一番下がでそこのところをこう丸く、巻き込むわけなんですが、ミシンが通らないということでかなり苦労されたみたいなんですよ。申し訳ありませんでしたね。足が短くてねウエストにどうしても合わせちゃうので、県道333ここを曲がったらあと14キロぐらい、一気に曲がって折れていきます。前回来た時になんか通った記憶があるようなないような、ナビでね連れられてくるとねほとんど記憶がないんですよね。いやー路面濡れてるよ。落ち葉もすごいし、くねくねゾーンを、いやーそれにしても暗いな。ああ見たことあるね。あ前方のとこかな。正面かなあれ。暗がり渓谷、暗がりキャンプセンターとかいうのがあるみたいです。500円駐車場。おっなんかさすげえいるんじゃない車が。いやさあ、暗がり渓谷を後にいたしまして、今ちょっと GB で、隣に居合わせた人とね、しばらく談笑しておりまして、浜松の方から来られた方みたいですね。あの方もなんかYouTube をやられてるみたいなんですけれどもね、いろんなところ、東海地方の辺りをね結構行ってるみたいですね。同じ GB でね結構改造されておりまして、今年の6月ぐらいにね、納車されたみたいで、私と1年ぐらい、ちょっと違いますけれどもね、これからつくでの方にね参ります。はい、この道をですね、くねくね、ナビでもねかなりくねくねゾーンがあってですね、ちょっとやばいみたいな感じですね。ここは見覚えないな。なるへそ、なるへそ。なるへそですね。で、今日はですね、暗がり渓谷ね、いつも、このつくで行く途中で、右に折れてですね、暗がり渓谷というところまで行ってみました。もう随分昔ですね、一度だけ行ったことがありまして、どうもそこも紅葉の、名所らしいです。ですがですね、かなり、なんていうのかな、歩いてですね行かないといけないんですが、どうも足が痛くて、右足のね小指が靴にこう当たってね、もうなんかこう歩きにくくて、もう途中で帰ってきちゃいました。はい、ということでまた次回ね、そこを制覇してみたいなと思います。今日は暗がり渓谷と、つくで村ね、その間の細い道もくねくねしながら行ってまいりました。お尻もだんだんなんとなく絶好調に、近いような感じにはなってまいりましたね。はい、ということで今日もご視聴いただき誠にありがとうございました。ではバイバイ、イエイであります。